本日の第4試合20分一本勝負を行います。青コーナー178センチ94キロ、桜庭和志。赤コーナー180センチ95キロ、佐野裕姫。レフェリー足立拓実、サブレフェリー和田良学。第4試合は20分一本勝負です。青コーナー桜庭和志、赤コーナーもう紹介はそれほどしなくても大丈夫でしょう、完成された実力者と言っていいでしょう、佐野裕姫。20分一本勝負です。両選手は初めての対戦を迎えます。桜庭選手としては初めてなので、佐野選手にとにかく挑戦する気持ち、頑張っていきますと話していました。さあ、この試合のポイントですけどね。そうですね、力対テクニックっていう感じですね、はい、佐野さんが力が強いというと、桜庭が技術がうまいということ。さあ、まもなく試合が始まります。今こんになりました。ちょっとサウスポースタリーになりまして、左足で足が効果のハリバットできました。最後いいバットになった。ワンダビーバットボーリングスマット、これが効いた。ワン、佐野さんは一発は重いですね。スリーフォー、ボディに4発、3発です。ダウンで相当痛そう。桜庭での急所に最初入ったんでしょうね。カードが青マイナス1点、そうです。合わせると右手の力が入らなくなってくるんで、桜庭1点減点。さあ、タックルですね。やっぱりこの体勢でいこうという桜庭、それを待っています。返します、佐野が返した。とにかく何といっても大先輩が佐野です。その胸を借ります。もう一度いきます、桜庭です。まあ、佐野さんうまいですね。今まだまだ上になりました。この場合は今桜庭の方が攻めるチャンスがあるんで、はい、下から逆十字とか取ります。十字狙いますね、はい、十字に行こうというところです。これは必死に誘われた佐野が逃れます。左の足を取っています。今は佐野さんの方が有利ですね。逆にアキレス固めに行こうというところですね。そうですね、これで足首がどこまで決まるかです。まだまだ大丈夫、桜庭。まだちょっと締めが甘いみたいですね。足首を決めているのが佐野、返していきます。桜庭の上になりました。今度は桜庭が足首を決めようというところです。左の足首を狙っています。足の取り合いになりました。だんだん締まってきましたね。足が脇がだんだん佐野さんのだんだんアキレス腱がこれで効いてくると思います。そうですね、足首の固めにかかります。足首固まりそうです。これは危ないですね。危ないですね。まだロープへ遠いところです。これで十字で返そうというところですね。どちらも上手いですね、やっぱり切り返しが。フェイスラックからスリーパーホールです。喉入ってますね。入ってますね。チョークの攻撃が許されます。この腕はチョーク攻撃が許されます。リングの中央に持っていきます、佐野。攻撃ですね。佐野さんのバランスがいいですね、はい、左足を取っています。これで返しますと危なくなります。桜庭サガアクションサガアクション、ああ久しぶりにいきます。桜庭も挑んでましたね今、体勢をクッと回転させました。そしてアームブレイクして右でいいアームを狙っていきます。アームブレイクこれは完全ではありません。桜庭佐野さんの力が強いんでやっぱりなかなか外れないですね。しかし佐野のですね、足が見事に噛みついてますからね、はい、桜庭の左足完全に固定しています。2歳になっての攻撃、佐野
マウスポーションになりました。おっと、逃れ、しかしサイドから攻撃が出ます。ここでもすでに足首を固めています。佐野の攻撃です。腕を十字に狙おうというところです。一進一退、しかし桜ワンポイントロスしています。桜は足首を固めています。場内から拍手です。キック、いいですね、ミドル。固めていきます。桜もうまくマウントにされないように、ガードポジションに自分からなりますね。アームロックいきますね。うまいですね、この辺は。5分経過しました。しっかり固めていきます。アームロック、佐野さんの力が、こう桜庭の技をこうディフェンスしてますね。必死で手が抜けました。またガードポジションです。首を絞めてるんですよね。激しいバレスラップです。セロに行きました。あ、マウントですね。マウントでありました。さあ、セロが甘い。サイドバンチだ。うれしい。十字にコンビニと。エスケイプ必死に。桜が壊れました。危なかった。マイナス1点。マイナス1点です。ロスポイントが2点です。ご視点は3点になりました、桜庭。佐野はフルマーク。5対3。必死に逃れた桜庭。サイドバンチ。しかし、前進します。タックルに行きます。桜庭、ダウン、左手でダウンです。これはちょっと効いてますね。3、4、5です。6、7です。また1点、青マイナス1点です。残りのポイントはあと2つ。桜庭あと無視点は2。これも効いている。パンチ、パンチロープに迫る。さあ、バックに回った。ジャンプスマッチ。マイナス1点。左足、振り込まれました。桜庭も佐野さんの左フック今だいぶ効いてるんで。しかし、チャンスを捉えた桜庭の攻撃でした。ラストポイント1点になりました、佐野。危ないですね。フック危ないです。効いている。ただしかし、足を狙っていきます。やっぱり力が入らなくなりますね、パンチが効いて。腕を狙っています。強烈なんです。右がロックしてますかね。桜庭の左手ですね。決まるか、ね、決まるかな。まあ大丈夫だ。切れたらこれで決まります。必死に上肘に逃れます。さあ、必死に逃れる。攻撃は佐野必死。さあ、どうか。手が離れると危ない。あ、危ない。これは決まるぞ。しかし立ち上がった。必死に逃れる桜庭。今桜庭が肘の視点をうまいことずらしました。足を狙う。足首をガチになりました。7分53秒足首固めで桜庭和志選手の勝ちでございます。